こんばんばは今日もご苦労様でししした話話題の出来事についてお話ししますトヨタ自動車フォルクスワーゲンゼネラルモーターズの自動車メーカーシンビッグさんのつばぜり合いが激しくなってきました首位トヨタはフォルクスワーゲンの牙城の欧州で開幕したパリ国際モーターショーで初の小型スポーツ用多目的車を出展し存在感をアピールしています一方 フォルクスワーゲンは年内の世界販売1000万台超えを射程に入れ、ゼネラルモーターズは中国で大型投資に踏み切ります。王座の行方は流動的です。欧州はスポーツ用多目的車の人気が高く、2日から開催中のパリ国際モーターショーで、トヨタは従来のラインアップになかった小型スポーツ用多目的車のコンセプトカー、CHR コンセプト、 世界初公開しましまたトヨタの今年の欧州販売は約86万5000台を超え昨年実績約84万8000台を上回る見通しですが市場シェアは4.8%程度で今後もさらに拡大していきたいと意気込んでいますフォルクスワーゲンやルノーなど現地勢に加えゼネラル・モーターズなどアメリカ勢の後陣も配しており 巻き返しが大きな課題になっています。トヨタは2013年度に自動車メーカーとして、史上初となる世界販売1000万台を達成し、豊田昭雄社長は、以前のように台数は追わない、と慎重な姿勢を崩していませんが、2014年歴年で1022万台の販売を計画しています。その水準の維持には、日本と北米だけでなく、欧州や中国でのシェア拡大が、 以上、産経新聞の記事から今日の話題についてお伝えしました。これからも続けて話題の出来事を視聴したいと思われればチャンネル登録なされると便利です。また明日午後7時にお会いいたします。お元気で。